どこかで信じられない何かが知られるのを待っている。カール・セーガン、宇宙物理学者であり科学コミュニケーターでもあるカール・セーガンは、宇宙の広大さと未発見の脅威が無数に存在する可能性を強調した。この引用は、宇宙の隠された脅威の絶え間ない探求と発見に対する彼の信念を伝えている。科学の良いところは、それを信じるかどうかに関わらず真実であるということだ。ニール・デグラス・タイソン、著名な宇宙物理学者であり科学の擁護者であるタイソンは、科学的真実の客観的な性質を強調している。この言葉は、科学的知識が個人の信念とは無関係に証拠と観察に基づいていることを思い出させてくれる。最も美しい体験は神秘的なものである。アルベルト・アインシュタイン、画期的な相対性理論で知られるアインシュタインは、未知なるものの魅力と宇宙の謎を掘り下げることの美しさについて語った。この言葉は、宇宙の謎めいた性質とそれが呼び起こす深淵が驚きに魅了された彼の気持ちを反映している。世界について最も理解しがたいことは、それが理解可能であるということである。アルベルト・アインシュタイン。アインシュタインは、宇宙が人間の頭で理解できる基本法則によって支配されているという事実に驚嘆した。この言葉は、複雑な自然を理解し解読する人間の能力に対する彼の驚きを反映している。地球は私たち全てに共通するものである。ウェンデル・ベリー、環境保護主義者であり作家でもあるウェンデル・ベリーは、地球に対する責任の共有について私たちに思い起こさせる。この名言は、地球が人類共通の故郷であることから、地球を大切にすることの重要性を強調している。科学と日常生活は切り離すことはできないし、切り離すべきでもない。ロザリンド・フランクリン、 X 線結晶学分野の先駆的科学者であるロザリンド・フランクリンは、科学的発見と日常生活への影響のつながりを強調した。この言葉は、科学には実用的な意味があり、全ての人がアクセスできるべきであるという彼女の信念を反映している。今、人生で最も悲しいことは、社会が知恵を集めるよりも科学が知識を集める方が早いということだ。アイザック・アシモフ、多作な SF 作家であり性科学者でもあったアシモフは、科学の進歩のペースと倫理的な知恵の発達との間の格差に懸念を表明した。彼は、科学的知識をより思慮深く責任を持って応用することを求めた。第一の原則は、自分自身を欺いてはならないということである。リチャード・ P ・ファインマン、ノーベル物理学賞受賞者のファインマンは、科学的探求における知的誠実さと自己認識の重要性を強調した。この名言は、客観性と批判的思考を持って研究と理解に取り組むことを思い出させてくれる。科学とは、知識の体系である以上に考え方である。カール・セーガン。セーガンは、単なる事実の積み重ねではなく、探求と探求の方法としての科学の本質を言い表している。この引用は、好奇心、懐疑心、証拠に基づく推論といった科学的な考え方を強調している。まとめ、これらの科学者の名言の傾向は、異形の念を抱かせる宇宙の脅威、客観的知識の重要性、地球を大切にすることの意義、科学の進歩に伴う倫理的責任を中心に展開されている。科学と日常生活との相互関連性、知識と歩調を合わせるための知恵の必要性、科学的探求における知的誠実さと好奇心の美徳を強調している。未来は、夢の美しさを信じる人のものである。エレノア・ルーズベルト。